そう、大谷翔平、結局50本打てなさそう。悲しい。今年はさすがにいけると思ってたのに。でもホームラン王にはなれるよね。50号打てなさそう。お前甘く見すぎ。エンゼルスの球団記録の47本や自己記録の46本も怪しいレベルやぞ。今年は絶対いけると思ったんだけどな。前半からの失速具合見ると相当印象悪いだろこれ。おまけにぶっ壊れてるし。今年はホームラン王で勘弁したるけど、来年野手千年なら最低3冠やぞ。覚えとけよ。50本どころか本塁打王すらまくられるの確実やん。わーにーがまだ35本で9本差もあるんやで。1ヶ月で9本も打てないだろ。どこが確実やねん。野手専念しても2年目の時みたいに微妙な成績になりそう。来年 DH1 本なら60本打てるだろ。15勝50本とかは肉体がついてこなくて無理ってもうわかったんやし、これ以上二刀流続ける意味あんのかね。今日本人唯一のヒーローもさすがにくたびれちゃったな。まあ WBC から突っ走ってきたし、不死身ではないから仕方ないな。今年のメジャーで50本誰もいないのに秘宝扱いされる大谷翔平会場。ホームランを取るだけでも十分だろ。これまで日本人達成してないんだし。来年以降は中距離バッターになるのも半ば見えてるからな。皆さん大谷選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。